吉田さん、おはようございます。我が子を看取るというね、動画があります。これは幼くして、これも難病を患ってですね、ずっと元気で育っていたんですけども、急速に悪くなって、そしてターミナルケアに入ってね、で、お父さんお母さん家族が最後に今までありがとうねみたいな感じでね、衰弱していく我が子を自分の腕の中で見送るというシーンが YouTube に上がってるわけなんですよ。で、これがね、1446万回ほど回っていて、多分地上波でも放送されたんじゃないかなと思いますけども、この短い人生ですら精一杯生きて、そして多くの人の記憶に留めていけるような、ね、生き方ができるんですよね。で、昨日のことなんですけども、某俳優さんがなんかお亡くなりになったそうですね。まだ死因ははっきりとわからないんですけども、もしかしたら自殺なんじゃないかなと言われています。誰もが羨むような人生を歩んで、大きな資産を築いて、バカでかい家に住んで、で、三つ星級の特営の芸能人俳優になった方ですよ。世界的な評価も高い、その方がね、なんでなんだみたいな。で、その片方ではもう生きていくのが嫌になりましたとかね、自分はもういいことが全くありませんっていうふうにして、過ごしているロスジェネもいるわけですよ。一体どっちがロスジェネなんだと。いや、じゃあね、お金や仕事に恵まれたら、家族や恋愛に恵まれたら、それで終わりなのか、パーフェクトなのかって言ったら、全部に恵まれた人でも埋められない、なんか悲しみっていうのがあって、これから人生の残りをゆっくりと過ごしていこうとする、一番人生で大変な時期が過ぎた人がね、こうやって本来だったら安泰で暮らしていける最後の数十年を自ら放棄してしまう、自殺かどうかわからないんですけどね、お亡くなりになってしまうと考えると、一体そのどこにあるんだろうなと思うわけですよね。どこにたどり着こうとしてるのかなと、到達点といいますかね、何なんでしょうかね。なんか毎日を憂いて、自分には運がなかったとかね、なんとかいろいろとありますけども、ジェネレーションをロストしたとかね、もちろんそれぞれにお辛いとは思うんですよ。それを軽んじるつもりはないですけども、でもね、難病のことも、ね、吉田さんが言われたこともそうだし、10歳まで生きられない、そういったお子さんが精一杯の幸せと愛を感じながら眠りにつくところもそうだし、人生をね、戦い抜いて最後の安楽安息の地を手に入れたと思ったら、そこでいきなり人生が終わってしまうという人生もあったりね、一体どこにたどり着こうとしてるんでしょうか。今日は後悔なく生きていけそうですか。いってらっしゃい。